イストラの首相イストラは、ロシアのモスクワ州西部にある都市、イストラ地区の中心都市である。人口は2007年時点で32,400人ほど。2002年国勢調査で33,652人。モスクワ側の支流、イストラ側に沿う。首都モスクワの5 6トル西に位置し、モスクワとリガを結ぶ鉄道や道路が通る。 ノボイルサルムスキー修道院1589年にボスクレセンスコへという村の名が記録に登場するが、1781年にボスクレセンスクの名でしとなり、軍の中心地となった。ソ連時代の1930年、死を流れるイストラ川にちなんでイストラと改名した。独祖戦のモスクワの戦いでは、1941年の11月から12月にかけて、 短期間ドイツ軍に占領され、戦闘で街並みや旧跡は大損害を受けた。戦後にイストラは歴史に配慮した市街地再建を進めた。高電圧研究所が建てられ、電力研究の中心地となっている。ノボイエルサリムスキー修道院イストラの主な見どころは、1656年にモスクワ総主教ニーコンが建てたノボイエルサリムスキー修道院である。 10月革命後の1918年に閉鎖され、1920年以来、独ソ戦で破壊、略奪され閉鎖されていた時期を除いて、博物館として利用されてきたが、ソビート連邦の崩壊後の1990年代に修道院として再開した。17世紀の制度建築や宗教美術が残っている。アントン・チェーホフは、兄弟のイヴァンがこの地で教師を務めていたこともあり、 しばしばイストラとその周辺で執筆を行い、その旧宅もイストラにあった。電力や軍事関係の大きな研究機関があるほかは、大きな産業はイストラにはなく、食品工業や家具製造業、銭業などがいくつかあるのみである。周囲は農村地帯となっている。また、修道院を中心とする観光業が大きな役割を占めている。イストラには、 M 級幹線道路が通るほか、モスクワからリガに向かう鉄道も通る。ありがとうございます。